今僕、名古屋と豊橋のちょうど中間地点にあたる愛知県の安城ってところにいるんですけど、ここね、新幹線の駅あるんですよ。ほら、新幹線止まってるでしょ？もうこの辺りは名古屋駅から新幹線だと10分ぐらいで来れるところなのでね、在来線を使っても名古屋駅までだいたい30分とかで行けるんですよ。で、逆に東京方面はここのぞみが止まらないのでね、各駅停車のこだましか止まらないのでめっちゃ遅いんですよ。ずーっとこだまだけ乗ってこっから東京駅まで行くと2時間半ぐらいかかるらしいんですよね。基本的にはここから東京に行く場合はね、在来線で名古屋まで30分かけて戻ってで、そっからのぞみに乗る方が早いんですよ。だからここの地元の人が新幹線に乗るメリットっていうのは一応全くなくはないんですけど、まあ薄いんですよね。なんでこんなところ新幹線あるのっていう一応駅ではあるんですよ。これね、新幹線あるでしょ。ちょっとこの窓のこれが邪魔なんですけど、まあ今ちょっとホテルの中で撮ってるんですけどね。この駅の存在理由としてはね、ほら今ね、ちょうどのぞみが通過していきましたけども、このこだまがのぞみを退避するための、追い越してもらうための駅として結構 JR 側からしても必要な駅なんですよ。で、あとこの駅の周り見てほしいんですけど、結構マンションとかね、ビルとか建ってるでしょ。ちなみにこのね、杉ビル、このビルは杉薬局の本店なんですよ。まあ、そんな感じでね、この駅があることによって、ここは安城市の副都心としてめっちゃ発展してるんですよね。そう、地元がここに駅作ってくれませんかって JR に頼み込んだっていう事情もあるんですよ。で、昔この辺りはね、もうほんと何にもなくて、農業がめっちゃ盛んな地域でね、日本のデンマークって言われるぐらい、まあ何にもないとこだったんですけど、この駅ができて、もう今30年ぐらい経つのかな？そう、30年間でこれだけ発展したんですよね。で、今見せてるのは駅の北側になるんですけど、今とそこがあるこの南側はね、もっと発展してるんですよ。この後見せますけどね。そんな新幹線の駅がある街、気になりますよね。ちょっと歩いてみます。で、今回はね、この安城だけじゃなくて、すぐ隣にある岡崎と、あと西尾っていうところに行きます。皆さんね、豊橋と名古屋の間にある街ってよく知らないでしょ。ね、どすこもよく知らないんですけど。はい、ってことで、よろしくお願いします。じゃあちょっと着替えていくわ。下、入ってないんですよ。はい。ってことで、外に出てきました。見て。もういきなり東横イン2つドドーンって並んでるわ。おー、すごいね。横にあるのはビジネスビルディングかな。うん。でね、まあ、これまずホテルで、で、この目の前にあるのも一瞬これ、教会かなんかかなと思ったんですけど、これもホテルです。で、向こうにも、道民インがあったりとかね。で、今ドスコが泊まってるこれ、AB ホテルも、これもね、これ南館なんですよね。で、向こうに新館と本館があって3つあるんですよ。すごくない？だからね、この三河安城駅は、ここから名古屋に行くとか東京に行くっていう場合に、なんでこんなところに新幹線あるのって思うんですけど、この駅の周りにね、さっき言った杉ビル、これね、杉薬局の陶器場の本店で、もっと本社が入ってたんですけど、その杉薬局の杉ホールディングスですよね、の拠点があったりとか、あとこの辺りはやっぱり三河、愛知県の三河なのでね、トヨタ関連の会社がいっぱいあったりとかして、この三河安城を目的地として来る人は結構いるんですよね。だからこれだけホテルがたくさんあります。すごいですよね。で、そのホテルだけじゃなくて、マンションとかも、これですよね。これマンションですよね。こっちに結構マンション建てたりとか、あとこの駅の逆側にもね、結構マンション建ってます。その人たちがこの駅を利用するかどうかわかんないですけど、もしかしたらそのマンションに住んでる人たちは、さっきから言ってるようなこの杉ホールディングスとかトヨタ関連の会社とかに勤めてるのかもしれないですね。まあ、にしてもね、この辺不思議な街です。ちなみにこの三河安城は、新幹線は止まるんですけど、快速は止まらないんですよ。面白くない？各駅停車しか止まらないんですよ、在来線ね。まあ、その理由はね、この新幹線の駅というのは、ここで降りて遠くに行くためにあるんではなくて、ここで降りて、この近辺の自治体に行けるようにしてるのでね、別に快速を止めて早く遠くへ行けるようにする必要はないっていう理由だそうです。はい、ちょっとね、お腹空いたのでご飯食べます。そこにね、世界の山ちゃんあるんですよ。ちょっと食べようかな、そこで。おー、こっちの方マンションすごいですね。マンション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 ですね。この辺り何にもなかったらしいんですよね。それが急にこんなに新幹線ができたっていう理由だけで、これだけマンションが建つっていうのはすごいですよね。あ、ほら見て、こっちにね、書いてあるでしょ。これ。安城産業文化公園デンパーク。そう。安城はね、さっき冒頭に言ったように、日本のデンマークって言われるんですよね。めっちゃこの辺り農業地帯でね、昔ね。で、すごかったそうです。で、それをもじったというか、で、デンパークっていう公園が作られてるそうです。ここからバスで行けるみたいですね。安城市内、循環バス、アンクルバスに乗ったら行けるそうです。
アンクル？おじさん？なんかもじってんのかな？アンジョシなんかもじるの好きなのかな？デンマークをデンパークって言ったりとかね。アンクルをアンクルって言ったりとかね。まあいいわ。ちょっと山ちゃん食べます。はい、山ちゃんでこんなの食べました。名古屋っぽいものが並んでますね。きしめんと手羽先と、あと天むすと、あとこれ何？串味噌カツですね。よそ者のドスコにとってたまらないセットです。美味しかったです。いやー美味しかったわ。やっぱり山ちゃんの手羽先は最高です。でね、さっきね、三河安城からその東京方面行くときは、名古屋に戻ってから望みで行った方が早いって言ったんですけど、これね、ここに書いてる列車の場合だけ、土地の豊橋で光に乗り換えると早く行けるそうです。やっぱり名古屋まで戻ろうとする人が多いから、これ書いてあるんですよね。これ乗ったら、名古屋まで戻る必要ないよってね、ちゃんと書いてくれてます。例えばこの12時24分発だと、土地で豊橋乗り換えると、東京に2時12分。2時間切ってますね。1時間と50分ぐらいで行けてる。あ、結構早いですね。だからこれ後からこういうパターンが追加されたのか、もともとあったのか、どっちなんでしょうね。まるでそうでもしないと、ここから利用する人減っちゃいますもんね。本数はこんな感じって詳しすぎるやないかい。もう最近普通の時刻表の掲示やめたのかな。何分と何分に来ますみたいな。三島駅でもなかったもんね。主要駅ではあるんだろうけどね。で、これね。三河安城ね、書いてますけども、もう望みの通過がやばい。最近の言い方で言うと、望みの通過えぐいですね。そう、えぐいわ。だいたい1時間に2本ぐらいかな、ポンポンって2本ぐらい来る感じですよね。この黒いのが1時間2本ぐらい来てます。ってことで、駅前を少し歩きます。まあ、駅の前はね、目の前は、こうやってホテルと、あとマンションがいっぱいあるのはね、分かったんですけども、ここからもうちょっと向こう行ったらどうなるのかちょっと気になるのでね、個人的に気になるので今から行きます。おー、でも結構都会だね。すんごいビル建ってますね。うーん、で向こうもね、マンションブワーあるし、やっぱ新幹線効果すごいな。これほぼ全部新幹線のおかげでできたマンションとかホテルばっかりですよ。いやーすごいわ。ちなみにこの新幹線ができてからね、人口がねブワーって増えて、あ、これなんか地図というか Google マップみたいなのあるけどね、いっぱいマンションが建ちまくった結果、人口めちゃくちゃ増えたそうでね、小学校が2つできたそうで、すごいですよね。やっぱりね、このマンション群がすごいな。で、駅の南側はこうやって、ね、マンションとホテルと、まあ、あとこのね、今から行くんですけど、この国道沿いみたいなところにね、ここにいっぱいなんかスシローとかね、こっちの方にスパゲティの五右衛門とかあるんですよね。で、駅の北側は、まあ、マンション建ってるんですけど、南側に比べたら、まあ、ちょっと落ち着いてるかなって感じかな。ただ、愛新世紀っていう、まあ、大手企業、ですよね、の工場がドーンってあったりとか、さっき言ったように杉薬局のね、杉ホールディングスがあったりします。はい、じゃちょっと今言った国道沿いのチェーン店群がいっぱい立ってるところにちょっと今から行きます。で、今見えてるあれがね、国道沿いにロードサイド店がいっぱい立ってるようなところなんですけど、あれ見て、ベビーフェイス、通称ベビフェ、奈良県発祥のベビフェがあるわ。うん、まあそれはいいんですけどね。こっち、あ、ちょっと人いるわ。ちょっと待ってくださいね。これ見て、公園。おー、いいね。で、そこでね、多分この辺で働いてる人たちだと思うんですけど、なんかサラリーマンの方々がね、羽を休める小鳥のようにね、休んでますよ。で、このね、綺麗な公園がパーってあってね、その横に、ドーンとこのビジネスホテルとマンション群。いいね。で、マンション。うん。で、警察。愛知県警の人も頑張ってます。おー、三河安城、かっこいいな。想像よりはるかにかっこいいですよ。このビルの並び方ね、新都心感ありますよね。いや、ここやっぱり新幹線必要だわ。冒頭でね、なんでここ新幹線あんのみたいなこと言いましたけども、反省します。どすこいの勘違いでした。はい、駅から5分ぐらい歩いたところにあるロードサイドのエリアに来ました。まあ、ロードサイドのところに来ると、まあまあ普通ですよね。まあ、ただその、ね、こう3点とかありますけど、この3点の後ろに立ちはだかるマンション。これが三河安城っぽいね。うわぁ、見てて気持ちいいな。もう一回やります。さっきもマンション言ったけど、じゃあ今回皆さんも一緒に行きましょうか。はい。じゃあ皆さんも一緒に、マンションはい。ってことで駅の前に戻ってきました。この駅自体もちょっとデンマークっぽいですよね。まあ、デンマークっぽいのか、なんかわかんないけど、ヨーロッパっぽくしようとしてる感はありますよね。まあ、この駅舎結構古いのでね、1988年ですね。まあ、その当時だと、まあ、デンマークっぽくしようと思ってもこれが限界なのかな。見た感じ多分リニューアルされてると思うんですけどね。この三河安城駅のここの壁の感じね。まあ、頑張っておしゃれにしたんでしょうね。はい。ってことで、この逆側ちょっとだけ行きます。あ、その前にね、この安城市はね、これ、玉
七夕祭り。これがね、すごく有名だそうです。もう安城イコール七夕祭りっていう風に言う人もいるぐらいだそうですよ。あと、まあ、ここにね、観光地、安城市観光案内書いてあるんですけど、まあ、あんまり安城にね、観光で来る人ってあんまりないじゃないですか。今、愛知県の人は別としてね。まあ、なんですけどね、これ見て。ほら。さっきもちょっと触れた安城産業文化公園デンパーク、おー、おしゃれだね。あと安城公園、まあこれまあ公園ですけどね。でマーメイドパレス、まあこれあれかな、大阪でいうあのスパプみたいな感じかな、スパワールドみたいな。ああと堀内公園、へえ、観覧車あるわ。まあそういう観光地というか、まあちょっと遊ぶところもあるそうです。だからこの三河安城の駅でね、何らかの理由で降りた時はちょっと この辺に足を運んでみてください。ってことで駅の逆側に来ました。これがね、杉薬局を運営する杉ホールディングスの本社が2016年頃まで入ってたビルです。で、今はその本社機能は、この隣の大部って町があるんですけど、そこにね、杉ホールディングス最大規模の物流施設ができたそうなんですけど、その物流施設の中に移転しました。業務拡大によりなんか新しくて広い本社必要になったんですかね。まあでも本店は今もここです。で、そのすぐ横に、はい、地図があったのでちょっと説明します。これがね、三河安城駅で、今どすこいが歩いてきたのはね、この辺りね、この辺りを今歩いてきました。で、さっきの新都心みたいなね、公園があって横にビルが建ってる場所取ったでしょ、がこの辺り。で、この辺りにもうビジネスホテルとかマンションとかブワー建ってます、ここ。で、こっちの方もマンションブワー、この三河安城本町に、ここもブワー建ってます。すごいですよ、ここ。皆さん見に来てくださいね。で、全部新しい感じなんですよ。あんま古いビルとかがあんまない感じでね、新都心感がすごくあります。で、今、ドスコイが映した杉薬局はここにあります。杉ホールディングスの本店ですよね。はここにあります。ちょっとこの辺りちょっと見ていこうかな。杉ビル。まあ、今ここからね、本社はなくなってしまったわけですけども、今でもほら、株式会社杉薬局とかね、書いてあるでしょ。まあ、本店はここにあるわけですよね。ただもう、社長とか、そういう重要な人はもうほぼいないみたいですけどね。で、あと杉メディカル株式会社とか、その、杉ホールディングスっていうぐらいだから、やっぱいろんな会社がね、グループ会社の本社とかあんのかな、ちょっとこれ見ただけじゃわかんないけどね。でもビルかっこいいですね。太陽反射しちゃってね。で、こっち側、駅の逆側、北側も、JR ちょうど走ってるわ。お、快速が止まらない。あ、多分各駅停車でしょうね。ゆっくり走ってるからね。JR 走ってます。東海道線ですね。で、マンション結構建ってますね。で、これまたね、AB ホテル、新館でーす。ドスコが止まったのは南館。で、新館。でもなんか新しい感じしないけど、これ。で、あと本館も向こうになんかあります。すごいですよね。AB ホテルの本拠地なのかな、ここは。あ、で、これほら見て、あ、アンクルバスだ。はい。アンクルバスのお姿でーす。あらー、かわいいね、アンクルさん。あ、見て。ここからだと全部見れるわ。AB ホテル本館、新館、南館って。だから、AB ですね。今、振り返るとこんな感じね。おー、北側も結構マンションやばいね。すごいね。えぐいわ、えぐい。はい、ってことでちょっと次はね、安城市の中心部。そう、今の中心部じゃないですからね。今の新都心とか副都心ですからね。お、あ、快速が通過します。あらー、止まる気配なし。あらー、せっかくここ新幹線あんなにいっぱい人住んでんのに、本当の安城の中心部に今から行きます。ん？こっちに JR あるんですけど、在来線ね。で、一駅、向こうに一駅行きます。ちなみに在来線の本数はこんな感じ。日中1時間3本しかないんですね。ラッシュ時だいたい多い時間で5本、夜は4本から5本ぐらいかな。で、快速はどんどん通過してると。はい、ってことで、これ乗って行きます。各駅停車岡崎行き。ってことで安城来ました。はい、駅前はどんな感じかな。おお、なんか松戸っぽいな。まあ、松戸というか JR 東日本っぽいな。何が東日本っぽいかっていうとね、降りたところが2階なんですよ。駅を普通に出て降りたところがね、1階はもちろんあるんですけど、普通に改札出て普通に出ると2階になるっていうのはちょっと東日本によくあるやつですよね。おー、へー、こんな感じなのか。面白いですね。で、向こうにマンションボンボンって立ってね、目の前にもマンションありますよね。で、こっちの方に駅の中心、街の中心のあれがあんのかな。おー、どうかな、駅前通り。あー、ああ、まあまあまあ、いや、栄えてるけど、三河安城の方が栄えてない。へえ、ちょっと歩いてみようか。向こうの方下に降りてくるとこんな感じ。まあ、これバス乗り場というか、なんかタクシーとか駐車場になってるな。あ、でもバスも来てますけどね。うん、バス乗り場とかそういうのがね、まあ、この1階に収納されてるわけですよね。歩行者とこういう車が一緒になったらね、まあ、事故とか起きるからそうならないように、歩行者は2階から行ってくださいねっていうことですよね。これ合理的なやり方ですよね。なんで西日本はこれあんまないんだろう。ん？まあいいわ。はい。で、ちょっと歩いていくんですけどね。
まあなんか普通だな。普通の、あ、見て見てこれ、なんかマッチ売りの少女いるわ。マッチ売っちゃってね。でフラワーロード、これフラワーロードっていうそうです。でデンパーク向こうに4キロか。あ、結構向こうですね。じゃあそのフラワーロード歩いていきましょう。まあこれあれですね、真ん中に車道があってね、で歩道があって、まあ、見たまんまのこと言ってますけど、で歩道のところにお店があると。松美堂、化粧品のお店かな。でこれが服屋さんにうどん屋さんがありますね。でこっち側ちょっと閉まってるけど、ルーズカフェ、あとスクリーム、キャバクラ、夜の街、駅前に夜の街か。この前ね、北関東歩いてたらね、結構中心商店街の中に夜の街があったりとかしましたけど、はい、これ制服屋さんに、籠屋さん、北の街籠店、籠専門店、なんか初めて見たわ。あ、でも結構お店あるな。なんかパッと見すんごい栄えてるには見えなかったけども、でも、まあ、一個一個見てたら結構お店ありますね。もしかしたら三河安城よりお店自体はこっちの方が多いかもしれないですね。あと安城横丁とかで小林さん、あ、ジュエリーね。ああ、いいですね。そう、風強いけど。あとあっちは抹茶、あ、抹茶ね、隣の西尾市は抹茶がすごい有名らしいんですけどね。抹茶のお店がありました。でこっちに来ると、はあ、まあお店結構あるけど、はあ、なんかあれだな、うわすごいっていう感はないな。まだ三河安城の方がお店の数はこっちの方が多いけど、三河安城の方がそのマンションとかビルが多いから、向こうの方がうわ栄えてるなって感じがしましたね。でこれ昔からの安城の中心部は西日本によくあるアーケード商店街はないのかな。だからちょっとアーケード商店街がバンってあるってのはおーって思うんですけど、まあ、個人的にね、ちょっと安城はそうじゃないっぽい。だからもっと調べてこようって話なんですけどね。三河安城ばっか調べてね、安城ちょっとあんま調べてないですよね。でもね、市役所が向こうにあるのは知ってるので、ちょっと市役所の方行きます。何これ、ちょっと再開発してますね。てかデザインがなんかシンガポールにこういうのなかった？違うかな。デコボコしてていいですよね。デコボコしててすごい言い方ですけど。でこれはね、アンフォーレっていう再開発複合施設で図書館が入ってるそうです。図書館とあといろんななんか、まあ、お店ですよね。民間が運営してるお店が入ってるそうです。あと願い事広場って広場があったりとかね。安城をもっと盛り上げようってことで作ったんですかね。とにかくこのデザインがすごいですね。あれ、ヒロミ号じゃないのか。あれすごいですよね。一見なんかヤンキーが落書きしたのかな、一瞬見えたんですけど、いや違うね、めっちゃしっかりと書いてある。この椅子もなかなかいいですね。おー、おしゃれしてるわ。無駄に柱いらないですもんね。ただちょっと座りにくそうだけどな。でこの横にほら見て、本が積み重なってる感じ。おー、図書館してる。これおしゃれだね、これね。皆さんここ座りに来てくださいね。おー、あっちもいい感じ。ほら、めっちゃマンションなってる。なんか安城は点在してんのか、マンションエリアが。あそことね、あとこっちのこれね、ほら、なんかこことここなんか点在してますね。はい、ってことで着きました。これが安城市役所のお姿です。人口18万人です。でこの安城市は18万人なんですけどね、なんか平成のなんか合併するのが流行った時あったじゃないですか。流行るというかね、あの平成の大合併の時あったでしょ。その時にこの安城とその隣の、まあ、岡崎とか、あとね、碧海っていう町、あと刈谷とか知立とか、なんかその辺の町がね、全部合併するとね、名古屋もびっくりするほどの人口の町になるらしいんですよ。名古屋に次ぐ第2の都市になろうじゃないかみたいな、成立都市になろうじゃないかみたいな計画があったっていうのがネットに書いてました。政治的にいろんななんかごたごたがあったみたいなことを聞きました。18万人の市役所としてはまあ普通かな。あんま新しい感じじゃないですよね。はい、まあってことで一応安城歩いたし、次岡崎行こうかな。ちょっと岡崎行きます。喉乾いたな。こっから見るとね、こっから安城の街を見ると、こっちビルあるしね、でマンションあってね、でビルあってね、でマンションって感じでね、結構ほら三河安城に負けてないというか感じはするかな。けどこの街には快速は止まって、隣のあのあんだけ栄えてる三河安城に快速は止まらないっていうなんか変な感じするけどね。まあ、新幹線は止まるわけですけどね、逆にね、千鳥停車みたいになってますけどね。見てこれ、アーケード商店街出てきた。急に出てきたぞ。それすごいな。駅向こうなんですけどね、だいたいまあ駅から5分ぐらい歩いたかな。で歩いたら急にこんなの出てきて、いやもうちょっと今びっくりしてます。何これ。でしかもこれ見て、金魚屋人形店。金魚なのか人形なのかちょっとわかんないですけど、こっちもなんか金魚屋って書いてあるし、
こんなところに、びっくりした今。おお、すごいですね。レディースファッション松屋さんとかありますよ。これね、レディースファッション松屋さん。おお、昔からやってる感じですね。で、向こうは恵比寿屋さん、ワインショップ恵比寿屋さん。今日は休みみたいだけど。おで、バスが走って。で、まあ、ちょっと人は歩いてないけどね、もうちょっと昔の商店街って感じなのかな。朝日町商店街って言うぞーです。朝日町かな、ちょっとわかんないですけどね。はあ、ちょっとまあ、あれですけどね、シャッターですけど、こっちはメガネ屋さん、安城メガネさん頑張っております。へえ、あ、こういうところあるんだ。いや、これいいですね。三河安城はこういうのありえないからね。安城駅。昔からの安城の中心部らしい、その昔からの街らしい景色っていうかね、が見えて、どすこい今すごく満足しております。結構向こうまで続いてますよ。あら、かわいいね。どうしたの？ワンちゃんもいます。おー、見てここ。メルヘン世界の入り口みたいになってるわ。おお、植物がヒュイ。はい、メルヘン世界に入っていきます。これアルビオンって書いてるから、これなんかお化粧屋さん、こういうまあ化粧品の なんかわかんないけど、そういうあれですよね、資生堂的な。うん、そうか、この辺、あ、朝日町だわ。朝日町って書いてる。朝日町東って書いてますね。そうか、じゃあ昔は安城で買い物って言えばこの朝日町だったのかな。で、駅を出て左の方にあるって言ったらこれがあります。あ、これ見て、安城コロナシネマワールド。そう、安城ってね、コロナシネマワールドっていう、まあまあこの疫病と同じ名前の、うん、なんかシネマワールドってところがあるんですよ。で、それがね、この歩いてこっから15分ぐらい行った、もうちょっと行くかな、にあるんですけど、あの、行くのがめんどくさいので行きません。じゃあこのポスター、だいぶ古いな、2019年って書いてあるけど、コロナ前に、そうか、コロナ前のポスターなんだな。そこにコロナって書いてあるんだ。へぇ、ちょっと面白いかどうかわかんないけど。はい、地図があったので説明します。安城、これが安城駅ですけどね。安城駅の中心市街地は、こっち側ではなくて、こっち側です。で、こっち側に、さっきなんか三島みたいってどこ行ったところ あったでしょ？車道があって、歩道があって、で、お店があってってところあったでしょ？が、この辺りですよね。で、そっからこっちの方に歩いていくと、市役所があります。これですね。安城市役所、西庁舎。あれ？新しいやつあったのかな？まあ、ちょっとすいません。ちょっと今回気がつかなかった。で、さっきドスコイがアーケード商店街見つけたでしょ？車道があるものの歩道のところにアーケードあるとこあったでしょ？は、この辺です。ここ、ここ。この駅があってね。こっちがここにあるんですよ。ちょっと離れてるでしょ？ちょっとだけね。こっからずーっと結構長いこと朝日町商店街がね、あります。で、そっからずっと向こうに行くと南安城駅って名鉄の駅があったんですね。あ、そこまで行けばよかったかな。まあまあいいや。はい。ということで、まあこの安城からね、あの、こっちに、あの、岡崎の方に向かいます。はい、これ乗っていきます。各駅停車豊橋行き。ってことで JR 岡崎駅に着きました。さあ、この38万人、人口38万人を抱える岡崎市の駅前の風景はパッとせえへんのかーい。まあこれよそ者あるあるなんですけどね。そう、岡崎市の中心部は JR 岡崎じゃないんですよ。このずーっと先にね、名鉄東岡崎駅っていうのがあってね、日が丘とか言ったりするらしいんですけど、そこが岡崎の中心なんですよ。でもなんで今どすこい JR 岡崎駅にいるかっていうとね、その東岡崎駅は前までは本当に岡崎の中心でね、まあ今も一応中心であり続けているとは思うんですけど、最近ね、日本中の地方都市でよくありがちな郊外のモールに中心市街地から人が流れてしまうっていう現象がね、岡崎でも起きてるんですよ。だから今東岡崎は元々は人いっぱいいたんですけど、今はね、ちょっと苦戦してるみたいなんですよ。で、その郊外のモールっていうのがね、こっち、あの、地図ちょっとこっちあるから説明するんですけど、これがね、岡崎の中心部の地図なんですけど、今ドスコイがいるのはこれ、岡崎駅です。で、ここはまあ、中心部からだいぶ離れた国鉄の駅があるところみたいな、まあ今 JR ですけどね、っていう感じなんですけど、ただね、昔はもっとなんか何もなかったみたいなんですけど、今は結構新しいマンションとかできてますね。で、あれ、AB ホテル。AB ホテル何個あるんやーい。 AB ホテル、やっぱりこの愛知県が本拠地なんじゃないですか。めっちゃ多いですよ。安城でもね、4つぐらい見ましたよ。まあまあそれはいいんですけどね。でね、さっきから言ってる岡崎の本当の中心部はここからだいぶ上に上がったこれ、東岡崎、ここなんですよね。この駅からさらに川を渡ったこの辺りが中心なんですよ。厚生町だったかちょっと名前忘れだけど、なんですけど、今はこの東岡崎と岡崎のね、間のここ、この地図に書いてないですけどね、これイオンモールここにあるんですよ。で、ここに人がどんどん行っちゃってね、で、この辺りからこのイオンモールに向かってね、人がヒュイーっ
ってこう流れていってるみたいなんですよね。そんなイオンモール行きたいじゃないですか。まあ、どすこいは少なくとも行きたいんですよね。で、駅からなんか頑張って歩けるみたいだし、で、そっからさらに歩いていったらここ行けるみたいだからね。あ、じゃあおかぜから行こうと思って今日ここに降り立ちました。で、ヒュイーって今からちょっと歩いていきます。さあ、どんなイオンモールかな。ちょっと中は撮れないですけどね。まあ、外観と、あとどすこいは中楽しんできます。あ、でね、AB ホテルなんですけどね、今調べたら本社三河安城だったわすげえ。AB ホテル結構全国にあるんですよ。だってドスコイ栃木市の駅前でも見ましたからね。まさかドスコイ泊まってる AB ホテルが本社のすぐ近くだと思いませんでした。あ、ちなみにこの AB ホテルはね、これですけど晩ご飯ついてくるんですよ。ただで朝ごはんが朝食無料ってところは結構あると思うんですけど、夕食も無料ってなかなかなくないですか。はい、しばらくすると見えてきました。これはイオンモールではなくて岡崎シビックセンターです。ハローワークとか、まあ、岡崎合同庁舎とかが入ってます。まあ、あの、そういうものですよね。で、こっちの方に行くとほら、イオンモール、ほら、ちょっと見にくいけど、ほら、イオンモールあるでしょ。ね、もうだいぶ近づいてきます。結構近いですよ、イオンモール。まあ、まあ、まあ、あれ結構遠いのかな。イオンモール結構遠かったわ。うん。ってことで着きました。イオンモールでーす。ちょっとわかりにくいんですけど、めっちゃでかいですよ、これ。でーか、どんだけの、これ全部ですよ。奥行きもまあまああります。で、ぐわーっと、これ全部イオンモールです。これが今や、岡崎の事実上の副都心、新都心というかもう都心、商業の中心といっても過言ではないイオンモールの姿です。高島屋とか入ってましたよ。なんか JR 高島屋名古屋岡崎店って書いてました。どういうこと？で、あともう飲食店街、ブワーってめっちゃ長かったですよ。ちょっと歩いてきたんですけど、まあ、そういうことです。もうちょっとだけ歩いてこようかな。ちょっとどこか歩いてきます。気になるのがこの中。だって38万人都市の岡崎の中心ですよ、ここ。事実上の。ちょっと見に行くわ。いやー、でかかったわ、イオンモール。なんか一部百貨店みたいになってるところもあったしね、その JR 高島屋があるって言ったんですけど、それとまた別の場所で、なんか百貨店みたいな、なんかこうジュエリーみたいなの売ってるとことかあったしね。で、ちょっと今、イオンモールから約3分ぐらい歩いてきたんですけど、これ、ほら。岡崎警察署のお姿です。カチッとベルト、きちっとルール。うまいこと言いますね。まあ、警察署としても普通の警察署かな。はい、じゃあちょっとね、東岡崎、もうちょっと向こうなので、あと10分ちょっとあるか、もっとあるかな。ちょっとあるかもしれないけど、ちょっと頑張ります。はい、あれから15分ぐらい歩いたんですけどね。遠いわ。JR 岡崎から名鉄の東岡崎もめっちゃ遠いわ。途中イオンモールっていうのがあったからね。まだちょっとそこで休憩できて行けたけど、全然違う場所ですね。はい、でね、これ見て。はい、マンション。はい、マンション、マンション、マンション。マンション、マンション、マンション。あれは中学校、学校、まあわかんないけど。なんかマンション増えてきました。だんだんね、岡崎の本来の中心地、東岡崎が近づいてきたのです。ってことで、駅前エリアに着いたんですけど、今ここなんですけどね。ほら、おー、だいぶ栄えてきたね。おー、中心部中心部してるわ。全然違う、今までと。今ずーっとこの辺、ここずーっと歩いてきましたけどね。もうここから景色ガラッと変わりました。うん、やっぱりイオンに取られてるとはいえ、やっぱ中心部は中心部ですね。で、やっぱりイオンモールよりも、こういう昔からの中心部の方が楽しいですね、やっぱね。個性があるもん。ちょっと向こう歩いて行ってみます。ちょっと駅の方まで行こう。こっちの方が楽しい街って感じするもんね。まあそれはね、夏は暑いし、冬は寒いしね、雨が降ったら濡れるしね、まあ不便ではありますよ。んで、車止めるところもまあここあるけど、イオンモールの方が止めやすいじゃないですか。イオンモールの方が便利、すべてにおいて便利なんだけども、こういう昔からこうあるね、こういう街はね、地域によってちょっとこう雰囲気が違ったりとかするしね。やっぱこういうところはいいわ。お、これ見て、ブリティッシュパブクォーターズ。おー。で、その上にあるのがニコニコ餃子。おお、岡崎ニコニコ餃子。へえ。はい。ってことで、名古屋と豊橋の間で一番でかい町、38万人都市岡崎の本来の中心部、東岡崎駅の前に着きました。まあ、こんな感じ。まあまあまあ、やっぱさっき JR 岡崎駅に比べたら結構お店もいっぱいあってね、賑やかですよね。でね、まあまあ栄えてるんですけど、これ。駅めっちゃレトロっていうか、正直ボロいというか、何これ、どうしたのこれ。なんか昔ね、ここにね、なんか岡崎デパート、なんかね、駅前デパートかなんか入ったらしいんですよね。でももうなくなりました。なんか結構最近なくなったそうですよ。で、これ見て。はい、これ。東海オンエア。岡崎観光伝道集。東海オンエア。そう。東海オンエアさんどすこいあんま知らないんですけど、岡崎住んでるんですよね。てか、あれか、あ、見て、なんか新しい岡崎駅あるわ、東岡崎駅。
ああそうか、ちょっと新しい方見に行こう。だってちょっと古すぎるもんこれ。オカビル百貨店だわ。今調べたらオカビル百貨店出てきました。オカビル百貨店っていうめっちゃローカルなね、レトロな昭和したその百貨店があったんですよ。でもなんかこの 2,3 年ぐらいの間になくなったそうです。あ、ちなみにこれ見て、八丁味噌。そう、岡崎はね八丁味噌発祥の地なんですよ。それだけ知ってます。はい、で 駅の中こんな感じ。おー、駅の中もレトロだね。これすごいな。あ、この上ね、へえ、オカビル百貨店だったのかな。わあ、なくなっちゃってるけどね。おお、見て、新しい駅ビルもあるわ。だからあっちのレトロなビルもそのうち新しくなるんでしょうね。で逆にでもあれ残しておいた方がなんか観光名所になりそうだけどね。それぐらい結構レトロですよ。でこのね新しいビル見て、ヒュイー、おー、この空中回廊っていうんですか、これいいね。これね、近未来な感じして、いや、かっこいいね。いや、レトロから一転急になんか近未来的になりましたよ。何これ、え、でずっとこれ歩いて向こうまで行けるのか。はあ、この前行った街だとね、群馬県の高崎は駅降りたらね、こういう道がずーっとあってね、高島屋とかアニメイトとか、あと丸井とか入ったビル全部これで行けるんです。こうやって空中を歩いてね。ああ、それを思い出すな。へえ、すごいな岡崎。はい、せっかくなので歩いてみます。おお、すごいね。なんか思ったより高いわ。高所恐怖症の人はちょっと怖いかもしれないな。歩道橋よりちょっと高いですよ。だからだってほら見て、あのマンションの1,2,3 階か4階ぐらいのところ歩いてますよ。でなんかその先なんか戦国武将みたいないるし、うん、ちょっとそれ後で見ますけどね。これあれか、グランドインっていうあのホテルのとこまで行けるのかな。ホテルを含めた商業施設というか、その再開発の商業施設があるんだな。そこまで行きやすいようにできた道なのか。へえ、でもなんかすごくないこれ。ヒュイー、ほらかっこいいでしょね。おお、さすが大都会東岡崎。やっぱ JR 岡崎とは違うわ。今戦国武将とか言ったの徳川家康だったわ。徳川家康か。はあ、愛知県やっぱ半端ないな。ちょっと小僧があった徳川家康なんだもんな。徳川家康って馬乗れるんですね。で弓持ってるわ。昔の人は馬なんか乗れるのか。はあ、でも車なかったんですもんね。それはまあ馬ぐらい乗れないと移動するの大変か。で、この再開発エリアの商業施設もなんかすごいいい感じですね。なんか椅子とか置いてあるし。でね、岡崎といえばね、やっぱこの川なんですよね。駅出てすぐの、まあ、市街地あるでしょ。その市街地からちょっと歩くともう川があってね、その川の先にちょっとほらマンションとかなんか建ってるじゃないですか。あっちの方が中心地なんですよ。で、名鉄でね、名古屋の方から、まあ、電車で来ると、東岡崎駅に着く直前にね、この川を渡るんですよ。そう。この川ね、こう曲がってるんですよ、確かね。で、その川を渡るんですよ、鉄橋でね。それが綺麗でね、それが印象に残ってます。でね、岡崎市役所はね、こっちの方にあります。ちょっと見えてるかちょっとわかんないな。なんかこっちの方にあるはずです。ちょっと今から川を渡って向こう行きます。とその前にこの再開発エリアなんですけどね、リバーサイドテラスっていうのかな。確かにリバーサイドですね。おしゃれな感じだわ。めっちゃおしゃれ。めっちゃおしゃれじゃないですか。川沿いのリバーサイドにね。こんなとこあるんだ、岡崎。はい、また地図があったので説明します。さっきドスコイがね、空中回路橋渡ったとこあるでしょ。それがこっからピューこの辺かな。全然地図の中にないけどね、新しいからね。で、あのローカルなで、あのレトロな駅ビルがあったのここですよね。で、さっきヒューってこっちの方に行って、でそっからまたこう今戻ってきました。でね、この岡崎の本当の中心部、元来からの中心部はここを曲がったね、この辺り、このね、後世って書いてあるでしょ。この辺り後世っていうエリアらしいんですけど、この辺がね、もともとすごい、シビコとかね、ある、この辺りが、ね、百貨店とかあったりとかして、岡崎の中心だったそうです。まあ今も中心だと思う、だったってあの、過去形で言ってるんですけど、今も中心だと思うんですけど、イオンモールがすごすぎてね、意外とこう行ってみたらいっぱい人いるかもしれないからね。ちょっと今から行ってみます。おー、でも確かにだんだん中心地してきたわ。ほら、いきなりまず、NTT。ね、NTT の横には、積水ハイムに、で、住友生命、おー、で、明治安田生命、おー、生命ビルディング出てきました。生命保険ビルディング出てきました。で、その横にあるのは、第一ホテルですね。で、またこれ、朝日生命。もう地方都市感めっちゃ出てるわ。まあ、このチャンネルいつも見てる人はわかると思うんですけどね。地方都市の中心部でだいたい生命保険とか、保険ビルが溢れ返ってるんですよね。で、岡崎もこの辺はだからその地方都市としての機能をこの辺り、有してるエリアっていうことになるのかなと思います。まあ、この辺り、豊橋も近いし、名古屋も近いからね。やっぱりビジネスのビルってなると、やっぱり保険ばっかりになるんじゃないかなと思うけどね。ちょっとまだ入り口なのでちょっとわかんないけど、もう一度先まで行ってみます。お、見てここ。めっちゃ整備されてる。ここの細長いこのエリア。向こうまで、ほら、綺麗に整備されてるわ。
まあ、観光に来たらここをふわーっと歩いてたら楽しいんじゃないですか。おー、かなりビジネスしてきたわ。おー、やっぱ引き続きこの辺やっぱ中心部ですね。商業はイオンモールにだいぶ取られてるかもしれないけども、オフィスに関しては未だにやっぱここが中心なのかな。まあ、生命保険以外だと京セラドキュメントソリューションズ、あと立花エレテック、ちょっと何か分かんないけど、まあ、この辺やっぱりトヨタ近いからトヨタ関連の企業が多くなると思うんですけど、ただ京セラとか立花なんとか違うのかちょっと分かんないわ。あ、でこれ富士フィルムありますね。おお、でその先に見えてくるのがマンションが、おお、マンション、おお、かっこいいね、3つ。はあ、はい、ということで構成エリア着きました。岡崎の本当の中心ですよね。おお、いきなりねこれ日本語学校、めちゃでかく日本語学校って書いてますね。で、新しそう。なんか百貨店があったらしいんですけど、どこにあったんだろうな、ちょっともう全然分かってないわ。まあ、この一帯ですよね、が昔すごいいっぱい人が歩いてたんだと思うんですよね。こっちの方が、まあ、この一帯です。うん、こっちは違うと思うけどな。うん、もっと調べてからこう言うって話なんですけど、三河安城ばっかり調べすぎたわ。ん、まあ、ちょっと向こう歩いていきます。マンションも建てるしね。あ、後世まだ百貨店あったわ。これシビコ、そう、これシビコって一応百貨店なんだと思うんですよね。あとね、松坂屋がね前まであったんですけど、その松坂屋の跡地は今マンションが建ってるそうで、さっきなんかマンション建ってたでしょ、あの一つが松坂屋の跡地だそうです。だから今大型の商業施設ってこれだけかな。うん、シビコ、これもなんか年季入ってますけどね。あ、これだわ、岡崎ウィズスクエア。そう、ここに松坂屋があったんですよ。で、その斜め前にこのシビコがあって、この辺りはその二つの百貨店を行き来する人がいっぱい人がいたんじゃないかなと思います。でも今はまあこのタワーマンが建ったってことですよね。まあ百貨店後に百貨店はできなかったけども、一応ウィズスクエアっていうスーパーができたってことで、一応まあ商業の需要はあるってことですよね。でもこれを高層階まで作る需要はなかったと。だからその高層階はマンションになったってことですよね。まあその衰退してる街にありがちなことではあります。ただ岡崎未だに結構まあ栄えてはいると思いますけどね。ただ人はねそんないっぱいいる感じじゃないな。カニ本家ありますけどね、カニ道楽。うん、やっぱりまあ岡崎の商業の中心はやっぱイオンモールに移ったって言っても間違いじゃないんじゃないかなと思いますけどね。だってさっきイオンモールめっちゃ人いましたよ。めっちゃってことじゃないけど、今日月曜日なのに、月曜日の昼間なのに、それにしては結構人いましたよ。うん、みんな多分そこ行ったんだわ。はい、ってことでね、岡崎とりあえずこれで終わりかな。うん、で次は西を行きます。なんですけどもうね、もう夕方っていうかもう5時頃なので明日行きます。でね、この安城と岡崎はまあ愛知県じゃない人でもなんか名前は聞いたことあるというかね、青春18切符で東京と大阪を行き来したことある人とかでもね、岡崎とか安城とかね聞くじゃないですか。で、知ってる人まあまあいると思うんですけど、次行く西尾はね知らないでしょ。ね、愛知県の人は知ってると思うんですけど、それ以外の人は西尾って全然知らないと思うんですよね。どこも正直知らないです。だから皆さんにどんなところかお見せします。はいはい、明日ちょっと行くんですけど、ん、次のシーンで皆さん初西尾デビューしてくださいね。西尾デビューしてくださいね。あ、でね、岡崎市役所本当は見せたかったんですけどね、もう足が痛いんですよ。こっから結構若干距離があるのでね、これ愛知県西三河総合庁舎で許してください。はい、これがね西三河総合庁舎です。でも岡崎市役所ではありません。はい、ってことで次の日になったんですけどね、しかもここ赤いですね。あ、地流っていう駅なんですけどね、安城でも岡崎でも何でもないんですけど、じゃあここからこれ平吉田駅急行に乗って西尾に行きます。ちなみに地流も若干紹介しておくとね、地流ってまあターミナル駅というか、なんていうの、ジャンクション駅というかね、乗り換え駅なんですよ。で、今こうやってね工事してて、今全部こうやってね地上を走ってるんですけど、高架化工事やってます。ん、どんどんこれから進化していく地流もね、岡崎と安城に並んででかい街なので、あと刈谷もね今行ってきたんですけど、刈谷もう一個の動画チャンネルで出しますからね。はい、じゃあちょっと乗ります。てことで西尾着きました。これね西尾駅、結構なんか近代的というか、まあ、近代的まではいかないか、ここまで見せると結構近代的な感じしません？新幹線でも走ってんのかなみたいな。でここまで見せるとちょっとあーってなっちゃうんですけど、まあ。で駅前はね、ほらこれベルサーウォーク、アピタが入ってます。でっかいのドーンとあります。でこの裏ぐらいかなに市役所があります。西尾市役所です。でね、西尾ってね、まあ皆さん知らないでしょうね、どすこいも知らないかったんですけども、まずこう西尾って何が有名かっていうとね、抹茶です。抹茶が有名。もう一回言いますよ、西尾といえば抹茶です。うん、
もうそれだけでももう一歩前進です。うん、西尾への理解度ね、一歩前進です。で、プラス、西尾はね、一応小京都、そんなになんかまあ、ものすごく小京都っぽいってわけでもないみたいなんですけど、一応小京都として、一応自称小京都みたいです。一応なんか小京都組合連合、なんかあるでしょ？それに一応加盟してるそうですよ。で、その小京都みたいな街並みがあるのは、こっち側じゃなくて駅の向こう側なんですけど、とりあえずまあそうです。で、あとね、ここは三河三島。三河ってね、この辺三河って言うんですけど、の三河三島だったそうなんですよ、昔ね。その三河三島を名乗ってるのはね、岡崎と豊橋と、で、この西尾。なんですよね。その二つ、岡崎ででかいですよ。で、豊橋もでかいですよ。その二つの町と、並んでね、三河三島って呼ばれるんですよね。だから昔ものすごく栄えてたんですよ。だから今ね、小京都って言いましたけど、西尾城っていうお城があってね、今はもうないのかな。城下町として栄えたみたいなんですよね。で、抹茶が有名で。ただ今はもうやっぱりね、東海道線のルートから外れてるしね、岡崎とか豊橋にはだいぶまあ、差がついちゃってるんですけどね、愛知県の南の方って言ったらいいのか、東の方の南の方というか、では比較的大きな町です。んはい、ってことでちょっとね、市役所の方行きましょうか。てかね、この駅の前に公園がパーってあるのいいですね。で、公園の向こうにこのモールじゃないけど、まあショッピング施設、商業施設があってね、いいですよね。あ、いいとこだなって思いました。今降りてきて、ね、市民バラ花壇っていうのもあったりとかね、駅の前に公園がパーってあって、その後ろに商業施設って結構いいですよね。こういう駅って意外とあんまないんじゃないですか。ちょっとした広場があったりとかね、全然あると思うんですけど、公園がしっかりこうやってあるのって結構ありそうでない感じするんですけどね。はい、駅前の商業施設ベルサウォークのラインナップはこんな感じ。ユニクロに無印、スターバックス、サイゼリア、ABC マート、セリア、もう有名どころ勢ぞろいですね。てかスタバあんのすごいな。あ、スタバがあるってことはある程度の都会ですよ。田舎にスタバはありません。ん？ある程度の街ってことですね。なんか結構ほら綺麗でしょ。ね、飲食店が結構綺麗でした。で、その先はまあスーパーみたいな、これ一個あるだけ全然違いますね。はい、ってことでちょっとね、市役所行きます。てかね、時間ないんですよ。12時13分は次の電車に乗らないとね、ちょっと間に合わないんです。ちょっと行くとこがあってね、ちょっと間に合わないんですよ。あ、ちょっと早く行かないと小京都を見せたいんですけどね。ちょっととりあえず市役所行きます。ちょっと時間がないのでこれで許してほしいんですけど、これがね、西尾市役所、多分ねこれかな、多分これが西尾市役所で、これはちょっと何か分かんないです。まあ、この辺が西尾の行政の中心です。ちなみに西尾市の人口は16万人。結構多いですよね。で、今横からね、車出て行くんですけどね。16万人結構多くないですか？他の、だから安城とか、刈谷とかと比べてそんな小さくないですからね。うん、西尾結構でかい街ですよ。合併とかもしたってなんか書いてました、ネットに。はい、ということでね、駅の逆側行きます。てか、ベルサウォークでかくない？なんか、こっちから見たらイオンモールみたいですよね。すごいな。逆から見たら、ショッピングセンターって感じ見えたけど、こっちから見たらイオンモールに見えますね。すごいな。はい、駅の逆側はこんな感じ。出てすぐに、カラオケと漫画喫茶。あ、あれですね、ドスコイ聖地みたいですね。エリミさんがやってる、ホットビビステーションとカラオケみたいな、似た感じですね。が、駅前にあります。でね、さっきね、小京都って言ったんですけど、ここにね、書いてるわ。これ。ほら。三河の小京都、西尾、ほら、文化の回廊、ほら、これね、書いてます。ただね、今日あと10分しかないんだな。これ行きたかったな。この辺ちょっとね、ちょっと読めない。なんとか町通りとこの天皇町、この辺りにちょっとこう、小京都的な街並みがちょっとあるみたいです。行きたかったわけですけど、ね、ちょっと行けないな。ちょっとだけ、今ね、ここにいるんですけど、ちょっとこの辺まで歩いて行ってみます。ってことで、できる限り小京都の方に向かいます。てか、これ何これ？あら、なんか可愛いね。何これ？ラーメン？どん？プリン？何かわかんないけど、なんか入れ物ですよね。になんかこう入ってますから、かわいいね。西尾市のゆるキャラかな？あ、ちょっとできるだけね。じゃ行くわ。ほいほいほい。信号を取りますよ。シュイー。はい、ここまあ、国道沿いのロードサイド店がいっぱい並んでるような感じのところですよね。で、そこを渡ると、お、これ塾ですね。で、名古屋銀行ってなんか初めて見たな。で、まあこういう感じですよね。本当にもうなんか、ロードサイド店が並ぶ国道沿いって感じなんですけど、この先に一応小京都の街並みがあるんですよね。ただ今回多分行けないですけど。ギリギリまで来たんだけどな。川でーす。はい、川ですね。でも綺麗な感じではありますけどね、街ね。ここもやっぱりどうなんだろう。お金結構ある街なのかな。大企業がいっぱい立地してるって感じじゃないと。あ、ただ一つ今思い出したんですけどね。杉薬局。そう。杉薬局はこう西尾から始まったそうです。でも今はこの動画で何回も言ってるようにね。一回三河安城のところに本社を構えて、で、その後今大府に移転しております。
おお、これすごいですね。ゲーム博物館、天の日ゲーム博物館、なんかすごいいっぱい書いてある。テレビとかも出てるのかな。なんか有名なお店かもしれないですね。はい、でまあちょっと行けるのここまでかな。はい、でね、今から行くとこなんですけどね、西ハズっていう駅に行きます。でそこのまあハズっていうとか、もともとはなんか西尾市じゃなかったらしいんですけどね、合併で西尾市になったとこなんですけども、もっとねここよりも、ね、海の方です。海でそこにある宮本浩二店っていうね方からね、方というかそういうお店の方からね、ちょっとどすこいさん遊びに来ませんかってね連絡いただいてね、行くことにしました。でね、そこの方はなんかね、すごい面白くてね、食料の備蓄にすごく興味があるというか、うまいというか、まあなんか、そういうことをすごくやってる方なんですよね。あの、麹店、お味噌をね、作るみたいな、どうしてもちょっと詳しくはないんですけど、なんかお味噌を備蓄するような感じで、なんかやってるんですよ。うん。でね、今、あの、ロシアとかね、あの、戦争したりとかしてね、食料危機というか、もしかしたら日本もね、わかんないじゃないですか。だからやっぱりどうしてもね、そういう食料の備蓄についてちょっと勉強しようかなと思いましてね、うん。で、今から行きます。はい。はい、これ乗っていきます。ってことで着きました、西ハズです。なんかね、イントネーションは西ハズっていうのかな、ナレーションじゃないわ、あのアナウンスでは西ハズって言ってたわ。うん、でも味わい深いなこの駅。あらー、西ハズ、まあどうすか、西ハズって言うのかな、よそ者だからね。でこの駅の感じでちょっとこう木津川駅を思い出すんだなこれ。この駅舎だけですけどね、駅舎というかそのホームだけ、これ結構昔変わるでしょこれ。木津川駅とそんな変わんないんじゃない。おお、いいねー。いやー、うわー、あれ見て、うわー、海めっちゃ綺麗。うわー、愛知県の海って言ったら、まあ、蒲郡とか海有名かもしれないけども、名古屋の海って言ったらなんかあんまり綺麗な海ってイメージないじゃないですか。結構工業地帯のね、海って感じするでしょ。で、これなんか、綺麗ですよね。お、いいねー。多分この辺だと思うんですけどね。ここに、あ、ほら、宮本浩二店で書いてる。おー。はい、ここは宮本浩二店さんでーす。さあ、皆さんいるのかな。あ、あー、どうも。あー、どすこいです。こんにちは。本当に来ました。はい、この宮本浩二店さんでは味噌仕込みをさせてもらったんですけど、その様子は別動画で出しています。概要欄のリンクから行ってくださいね。この味噌玉投げるのとかね、面白かったですよ。ほら、頑張ってやってるでしょ。でね、この宮本浩二店のね、宮本さんはね、なんとこの動画の冒頭で出てきた三河安城の出身なんですよ。三河安城の駅もほんとすぐ近く、ほんとすぐ近く。そうなんですね。でね、どすこさんすごく気になってるのがね、三河安城の駅の周りの人たちは新幹線を使うのかっていうのが気になってるんですよ。で、新幹線通勤とかね、するんですか？新幹線通勤はしてる人も、結構今は、そのアパート、マンションすごい増えてるんで、いると思うんですけど、ただやっぱり、その、例えば大阪方面に行こうと思った時に、こだましか止まんないんで。そうですよね。東京もそうですよね。そうなんです。だから一度、JR で、名古屋駅まで出て、そこで、光とか、のぞみとか。あ、在来線で行くってことですよね。在来線で一度行って、なるほど。まあ、安いので。ああ、新幹線が目の前にあるのに、在来線で、しかも快速止まらない。そう快速は隣の刈谷で止まるので。ってことは結論として使わないんですね。ちょっと言い切れないですけど、まあまあいろんな人がいますからね、もちろんね。そういうまあ名古屋でなんか遊んでて疲れた時にちょっと新幹線っていうこととかもなく、僕はでも1回だけありました。1回だけありました。何十年住んでたんでしたっけそこに。25年ぐらいですかね。25年住んで1回だけあったんですね。でその新幹線使ったのその1回のみですか？そういうわけじゃない、あの三河安城の駅を使ったのはその1回のみ。いや、そんなことはないです。小玉で行けるぐらいのところだったら、浜松とかね。浜松とか、例えば京都ぐらいだったら、あーはーはーはー、そう、案外、確かに。小玉でも40分ぐらいで行って。40分ちょっとぐらいかな。なるほどね。三河安城の人が京都にちょっと遊びに行こうってなったら、かなり三河安城から新幹線乗る可能性は高い。高いです、ね。なるほど。ちなみに今ここ西尾市なんですけど、ここから東京方面に行こうと思ったら、一番近い新幹線の駅は三河安城にはなるんですけど、はいはいはい、やっぱりこの辺の人もみんな一回豊橋に出ます。豊橋行くんですね。JR で豊橋に出て、豊橋から光に乗って、東京方面。なるほど。に行きます。あ、で、厚生通りね。東岡崎の厚生通り、最近、なんか盛り上がってるらしいですよ。うん、そうなんです。昔は、僕らが若い頃は、20数年前ですけど、厚生も一番なんか岡崎、この辺り、三河では、おしゃれスポットだったんですけど、人もすごいたくさん来てて、はははまあ、それがイオン、大きいイオンができて、ガラッとちょっと、あのね、閑散としたんですけど。あ、じゃ昔は厚生通りは、もう、おしゃれな服買いに行くなら、栄えに行くか、厚生通り行くか、みたいな感じだったんですか？そうそうそう、古着屋さんとかは、結構岡崎に行くはず
あと僕はね、うん、安城出身だったんですぐ名古屋に行けたので、あ、なるほど、ね、いや岡崎よりも名古屋でしょみたいな、あ、そんな感じなんですね。岡崎はまあそういう状態だったわけですけど、今はその東岡崎の厚生通り、あ、そうそうそう、盛り上がってるんですよね。結構ね若い子が、うん、まあ移住してきたりとか、うん、空いた商店をね使ってあの、うん、結構おしゃれな店とかを始めるカフェとか始めてるんで、あの今逆に、ね、ちょっと盛り上がってます。ちょっともう一回見に行きたいところですけど時間ないわ。うん、また今度ね見に行きます。また来てください。はい、行きます。はい、ってことで味噌仕込み終わったのでね、近くのグーフィーさんっていうそのカフェに連れてきてもらいました。ここねすごいですよ。宮本さんのねお友達になるんですけども、お友達のねやってるカフェなんですけどね、何これすげえ、うおー、すごいな。ここね、ワイキキビーチっていうらしいんですよ。もう愛知県のイメージと全く違うんですけど。あ、ちょっと撮っちゃう。うわー、なにこれ。宮崎かーい。お、すごいな。で、僕ね、ブルーハワイ頼んだんですけどね。すごい、この景色とめちゃくちゃ合いますね。で、ちなみにね、このヤシの木あるじゃないですか。これは30何年かぐらい前まではなかったそうです。で、30何年か前に西尾市がもっと綺麗にして観光客を呼ぼうってことでこういうのを作ったそうです。で、最初は宮崎から木をね、なんか持ってきたらしいんですけどね。途中からなんかハワイと提携して、今、ワイキキビーチになってるそうです。面白いですよね。宮崎なんかハワイなんかどっちなんやーいみたいなね、感じですね。で、ここのね、カフェね、カフェグーフィーさんね、あの方がね、オーナーというかの方なんですけど、5月頃からねあそこに無人島あるんですけど、あそこで貝が取れてすごい美味しいらしいんですけどね、あそこに行くツアーをやるそうです。船を出してね、今その船のなんか色塗ってるとか5月からやる予定らしいので、もしよかったら来てみてくださいね。これね、カフェグーフィーさんで、このカフェグーフィーさんいつも出してるんですか。そうですね、金総鶏っていうね、この地元のブランド鶏ですかねが食べていそうなので、ちょっと食べます。お、なんか、美味しいですね。ジューシーで、そう、めっちゃ美味しいですね。柔らかくて。そうなんですよ。なんかこう、説明するより食べちゃうと早く。そうですね。あの、オーナーの方です。そうです。もう今日で僕ね、愛知県のイメージ一気に変わりました。ねえ、この景色ですからね。はい、ってことで、西尾面白かったわ。あのビーチね、すごかったでしょ。あれ、愛知県民でも結構知らない人いるみたいですよ。あとね、やっぱあの、宮本浩二店さんね、みんなすんごい和気あいあいとしてね、めちゃくちゃ面白かったわ。いろんな話聞いてね、よかったです。で、今、ドスコイどこにいるかっていうとね、これ、三河安城です。三河安城帰ってきました。今ね、この荷物をね、預けたんですよ。このホテルにね。ん?で、帰ってきました。で、今から何をするかっていうと、せっかくこの動画ではね、三河安城の話をずっとしてきたのでね、このまま新幹線乗らずには帰れないじゃないですか。うん。だから今から名古屋まで一駅だけ新幹線に乗ります。10分だけなんですけどね、在来線でもね、30分ぐらいで行けるんですけど、あの、宮本さんも言ってました。もう、あ、三河安城はめちゃくちゃ名古屋近いって言って。まあいいわ、とりあえずね、乗ります。はい、切符買いました。三河安城から名古屋まで、1350円。安くない?1350円か。で、乗車券、普通の運賃が480円。で、特急券が870円ってことで、普通の運賃の倍の値段の特急料金を払って乗るっていうことですよね。だから乗車券480円でいいんだ。やっぱり、安城、名古屋近すぎですね。やっぱり、ここ新幹線いらないわ。はい、これ乗っていきます。小玉、名古屋駅、一駅だけ。あ、次が終点ですね。名古屋着きました。もうあっという間だったわ。もうなんか御堂筋線で難波から梅田に移動する感じ、あの東京で渋谷から新宿移動する感じですよね。もうはい、終わり。ただね、すんごいスピード出してました。あんまスピード出さないのかなと思ったんですけどね、結構出してました。本気出してたんじゃないかな。まあ、あの望みじゃなくてね、こだまだからこだまの本気ですけども、はい、ってことでこの動画終わり。ん、まあ、三河安城ねに新幹線ある意味ってあんまないけども、あんまないけども、まあまあまあ、あってもいいんじゃないですか。はい、さようなら。